今回は人格障害、パーソナリティ障害と言われているものについてやっていきたいと思います。人格というのは人それぞれに見られる個性であり、誰でも多少は異なる考え方や物の見方を持っているもので、その延長にある人格障害とはどのようなものなのか、特に具体的な行動、特徴的な心理状態などを交えてやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。人格障害、パーソナリティ障害という用語は1980年に DSM-3 精神障害の分類と診断の手引きが翻訳されてから用いられるようになりました。それまでは人格異常と言われており、どちらかといえば犯罪や問題行動の多い人たちにのみに対して診断されていて、特殊な存在でありました。しかし人格障害という用語になってからは、その概念がより包括的に、より一般的に用いられるようになったために、精神医療に携わる全ての臨床家、あるいは精神医学の研究に関わる全ての研究者は常に人格障害という問題を念頭に置かなければならなくなりました。人格とは普通の状態で日常的な生活をしている人を特徴づける気持ちと行動の両方から定義されるものです。人格は人それぞれに見られる個性であり、誰でも多少は周囲とは異なる考え方、物の見方などを持っています。しかし統合失調症のような精神症状がなくても、多くの人にとって当たり前である気持ち、行動から逸脱しているように周囲には感じられるような場合に人格障害と分類されます。またそのような障害を持っている場合、本人は様々なことで苦悩していることが多いです。では実際に人格障害にはどのような具体的な特徴があるのでしょうか。人格障害の中にもさらに分類があります。例えば境界性人格障害では、初めて会った人に対して急に怒ったり、今まで普通に会話していた人が突然泣き出したり、リストカットや薬物の大量服薬などを頻回に行ったり、麻薬などの法外な薬を何度も用いたり、万引きを何度もするなどの行為が見られます。しかし初対面では人に対して柔らかい態度で明るくて素直な様子を見せていたが、何度か顔を合わせるにつれて境界性人格障害を持っていることが明らかになってくる場合もあります。その分かりやすい特徴をいくつか示すと、人との関わりがあまり長くは続かない、友達関係を始めても長続きせずにすぐに途切れてしまう、今まではその友達のことを非常に好意的に思っており、いろいろなプレゼントをしたり大事に思っていたりしても、他の人では何とも思わない些細なことをきっかけに急にその友達に対して嫌悪感を抱き、挨拶もしなくなり、全く会おうとしなくなるなどの対人関係が非常に不安定な傾向が見られます。そのような不安定な面が見られるために、周りの人たちは非常に気を使います。境界性人格障害の人と付き合っていると、その人に振り回されコントロールされているような感覚に陥ることがしばしばあります。例えば死にたいと相談された時に放っておくこともできずに、その人の話を何時間もずっと聞いて落ち着いたとしても、またすぐにその気持ちが再発し、その後もずっと話を聞かされ、逆にその人の話を聞かなければかなりの勢いで罵倒されたりなど、境界性人格障害の人に対する接し方には気を使うことが多いです。また境界性人格障害の人に対して少しでも距離を置こうという態度を示すと、見捨てられるのではないかという不安が非常に強いために、あらゆる行動を用いてもその人に対して距離を縮めようと努力する場合があります。そのために周囲の人たちはますます気を使い疲れ果ててしまうことがよく見られます。他の人格障害の具体的特徴とすれば、例えば自己愛性人格障害の場合では非常に強いプライドを持っており、実際に業績がなくても自分のことを称賛するような内容のことを周囲に伝えていたり、自分は特別な人間であるという気持ちを絶えず持っていたりします。人はそれぞれ大なり小なりその気持ちは持っていますが、自己愛性人格障害の人ではその気持ちが強すぎて周りとうまくいかなかったり、人からそのことで非難されると怒りなどの激しい感情を相手にぶつけたりすることがよく見られます。分裂病室人格障害の人は社会的引きこもりを生涯示したり、人とは風変わりで孤立しているか、もしくは孤独に見えたりします。
反社会性人格障害の人は犯罪行為や反社会的行為を繰り返したり、すぐに怒りやすく人に対して危害を加えたりなどのことを平気でしたりします。依存性人格障害の人は生活などで重要な領域を他人に預け人任せになっていたり、自分で何もすることができず一人で長時間過ごしていると不安を感じて誰かのそばにすぐに行きたくなったりします。このように人格障害の中にもいろいろな特徴が見られます。人にはそれぞれの性格傾向が見られますが、それがあまりにも極端で周囲や本人が生活に支障をきたすような場合に人格障害に分類されます。アメリカの精神医学会では DSM-4TR という診断システムを発表しており、その中に人格障害が存在します。人格障害はさらに様々な分類がされています。またそのような分類による診断基準に加えて DSM-4TR ではまず人格障害の全般的診断基準を満たす必要があることを伝えています。ただこの定義は主にアメリカ合衆国という一つの文化圏でのみを基準としたものになっているために、文化による差を考慮に入れなければなりません。人格障害の中にも様々に分類されており、それぞれにも診断基準が設けられています。人格障害は大きく分けると A 群、B 群、C 群の3つとなります。このような人格障害を重篤な場合であれば1つに限らず2つ以上に当てはまることもあります。表の症状は統合失調症などの精神疾患や一般的な身体疾患などが原因と考えられる場合には人格障害とは診断されないことを注意しなければなりません。フロイトが創始した精神分析学では、本来うまくいくはずの精神発達が何らかの原因によりうまくいかない場合には、その発達段階にとどまる可能性があり、様々な行動面や情緒面において問題が生じるとしています。精神分析では、人格障害の人は不安が高まるとき、情緒不安定になるとき、物事があまりうまくいかないときなどに、精神的に健康な人はあまり用いない様々な防衛規制によって、そのトラブルに対して対処しようとします。それらの規制には、乖離、投影、行動化などがあります。乖離は何かの不快なこと、嫌なことがあったときに、その不安を消し去る行為として、無意識に忘れようとすることを言います。投影は自分が認識していない自分自身の中にある感情を他人に映し出すことを言います。例えばある人格障害の人が無意識の中で人に対する警戒心を持っている場合には、その警戒心を自分の中にあるものとして理解せずに、他人が自分に対して警戒心を持っているのではないかとすり替え疑心暗鬼となる場合などがあります。行動家は無意識下に思っている葛藤による思い、感情を意識することを避けるために、そのような葛藤を行動家によって直接的に表現しようとします。例えば嫌なことがあった時のリストカットなどの自傷行為や家出などもそれに当てはまります。こういった様々な防衛規制によって、人格障害の人は普段自分でコントロールできない不安な気持ち、抑うつ的な気持ちなどを減少させています。しかし健康な人と異なる防衛規制、自己表現を用いていると、周りの人にとっては到底受け入れることができないものなので、社会に対する不適応、対人関係構築の困難などを引き起こす原因となります。人格障害に対する支援は、医療における支援としてまず精神療法と薬物治療などが挙げられます。精神療法の中にも精神分裂的精神療法、認知行動療法、支持的精神療法、家族療法など様々なものがありますが、ここでは人格障害の人への精神療法における総論的な支援の仕方について説明します。人格障害の人は臨床的な症状が見られることにより、精神療法においても同様に治療者は苦慮することが多くなります。例えば人格障害の人は実際には積極的に治療者と関わろうとすることがあまりないために、治療者と安定した関係を持つことが困難になったりします。一方的に自分の話したいことだけを行い、治療者の話には耳を貸さなかったり、治療者の態度一つで嫌いだ好きだの気分が変動しやすく、治療者は振り回されて疲れ果ててしまうことが少なくありません。初期の頃は特に治療者は激しい怒りなどをできるだけ受け止め、共感的に関わり関係を構築することが大切となります。またその際にはできるだけ中立的な立場で接することも忘れてはいけません。もともと対人関係で支障をきたす人格障害の人たちが
治療の場でも同様の結果になることはよくあることです。気分・行動の不安定性をきちんと理解して接していくことが重要であると思われます。薬物療法に関しては人格障害そのものに対する治療というよりも人格障害に伴う問題行動、例えば妄想、不安症状、抑うつ症状、衝動性、攻撃性などに対して薬物療法を行うことが多いです。以上が人格障害、パーソナリティ障害についてでした。次回も様々な障害に対する情報や支援に役立つ情報を配信していきたいと思います。ではまた。